2022年12月21日、長崎県長崎市の三菱重工業者の長崎造船所において、昨年2021年6月に寄港されていた海上自衛隊向けの最上型護衛艦の6番艦が浸水を迎え、阿賀野と命名する式典が執り行われたよ。阿賀野の艦名は福島から新潟にかけて流れる、日本海に注ぐ一級河川の阿賀野川に由来するもので、太平洋戦争時に阿賀野型二等巡洋艦のネームシップとなって以来、海上自衛隊では初の使用となった名称だな。大日本帝国海軍時代の阿賀野は1942年に就役し、第三艦隊の中野第十戦隊の機関を務めたものの、1944年2月にトラック島の沖合でアメリカ海軍潜水艦の魚雷攻撃を受け、撃沈され艦命を終えた悲劇の艦でもあるんだよね。阿賀野型二等巡洋艦は1番艦である阿賀野イカ、2番艦の城、3番艦矢作、4番艦佐向の4隻が太平洋戦争中に建造されたが、最後の4番艦佐向以外の3隻は今の最上型護衛艦に艦名が継承された形となったぜ。現在の最上型護衛艦は今回の6番艦の阿賀野以降も、7番艦が今年2022年6月、8番艦が8月に寄港が行われており、おおむね1年に2隻ずつが寄港され、それらが順を追って就役していくサイクルを保っているな。そうだね。さて今回は、海上自衛隊の最新鋭の護衛艦、最上型6番艦の阿賀野が2022年12月21日に浸水したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃ行ってみよう。ゆっくりしていってね。これまで海上自衛隊において最上型護衛艦は、予算の確定から約2年を経て寄港、寄港から同じく約2年を経て就役を迎えるスケジューリングで数を増やしてきているが、現状では22隻が建造されることが見込まれているね。最上型護衛艦は1番艦でネームシップの最上が今年2022年4月、2番艦の熊野が同年3月と、最上の機関部のトラブルにより就役順が入れ替わったが、海上自衛隊の水上戦闘艦としては最新の艦級なんだ。使用上の最上型護衛艦は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルとなっており、現在の艦級の区分上ではフリゲート艦に分類される大きさだね。また最上型護衛艦は機関部にはディーゼルとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式を採用しており、燃費性能と高速性能の両立を図り、このサイズのフリゲート艦としても強力な77万馬力を発生させることが可能だぜ。この実現のためにイギリスのロールスロイスホールディング社製の MT30 ガスタービンエンジンを1機、ドイツのマン社製の 12V2833DSTC ディーゼルエンジンを2機搭載しており、スクリューは2軸となっているな。最上型護衛艦はこうした機関部の構成によって最大30ノットとされ高速の発揮を実現しているが、従来艦のように機関部専用の操縦室は設けられておらず、その始動と停止は CIC 戦闘指揮所で行う形式なんだって。さらに航行中の艦の速度の調節は艦橋から操作する方式であり、これら CIC 戦闘指揮所や艦橋に総艦要員を集中的に配置することで艦全体の運用に必要な人数の消費とかを行っており、乗組員の定数はおよそ90名と少ないんだ。昨今掲げられている消費とかを実行したってわけだね。前述した最上型の CIC 戦闘指揮所には、出入り口部分を除いて上下から見た場合にほぼ円形24基ものコンソールと、各種のモニター類が集中的に配置されており、ソーナーや機雷戦闘部門の機能も包括しているよ。最上型護衛艦は従来の艦艇と比して、コンパクトなサイズの中に対艦対空対地対戦用の各種の兵装を搭載することに加え、これまではもっと小型の掃海艇が担当してきた対機雷戦闘の能力も付与されていることが特徴なんだ。対機雷戦闘用の装備として最上型護衛艦は、専用の OQ-911 ソーナーシステム、機雷排除用水上無人機 USV 及び機雷捜索用水中無人機 UUV の、2種類の無人機を運用する能力が与えられた稀有な水上戦闘艦となっているよ。
最上型護衛艦は機雷排除用水上無人機 USV に対しては電波を介した通信を行い、機雷排除用水上無人機 USV と機雷捜索用水中無人機 UUV との間では音波を用いた通信を行う形式で、対機雷戦闘への対象になるんだ。ここで最上型護衛艦が搭載している機雷捜索用水中無人機 UUV とは、三菱重工業者が製造を実施している OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機であり、2013年から4年の歳月をかけて実用化されたものだな。OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機は、直径が 533mm、全長が 4.0m、重量 900kg、最大速力7ノット、4ノット巡航時で約9時間稼働。誘導は GPS 及び INS 方式で、リチウム二次電池を動力源としているぜ。この OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機の高周波合成開口ソーナーには、フランスの軍需企業大手のタレス社製のものが採用されており、自衛隊の装備品として外国製といえばそのほとんどがアメリカ製という中では珍しい組み合わせだろうね。確かにアメリカを差し置いて採用を決めるなんて珍しいね。タレス社はかつてはトムソン CFS という企業名であったが、2000年にイギリスの軍需企業を吸収合併を行ったことを機に現企業名に改めており、フランス政府自身が 26.4% の株式を保有する筆頭株主で国策会社と言ってよいだろうな。さてここまでは最上型護衛艦の概要や特徴について述べてきたが、現在の日本が仮想敵国としている中国、そしてロシアで同様の位置づけとみなせるフリゲート艦についてその簡単な比較を行ってみたいと思うよ。まず中国ではこのクラスでの艦艇は054型郊外型フリゲートが挙げられ、同艦は細かくは試験艦である054型郊外1型と、その改良版でかつ量産型である054 A 型郊外2型の2種類に大別することができる艦艇なんだ。量産型である 054A 型郊外2型フリゲートは、基準排水量が3450トン、満載排水量が4050トン、全長が 134.0 メートル、全幅が 15.0 メートル、機関部は複数のディーゼルエンジンを組み合わせた、CODAD 方式を採用、最大で27,200馬力、27ノットを発揮するとされるよ。054A 型郊外2型フリゲートは最上型護衛艦が VLS 垂直発射艦を16セル搭載予定であることに比して、倍の32セルを搭載しており、兵装という点では強力であり、すでに31隻が収益、9隻が建造中と伝えられているね。今年2022年12月に日本が安保関連3文書の改定内容に関して、中国を事実上の仮想敵国として懸念していることを盛り込んだことに反応し、遼寧らの6隻の艦隊が東シナ海に進出したがこれに 054A 型郊外2型フリゲートも含まれていたみたい。続いてロシアだけど最上型護衛艦に相当するのはアドミラルゴルシコフ級フリゲートと目され、基準排水量が4500トン、満載排水量が5400トン、全長が 135.0 メートル。全幅が 16.0 メートルの艦隊を持っているよ。アドミラルゴルシコフ級フリゲートは2018年7月に1番艦が収益し、2022年12月時点までに2番艦までが収益済み、6隻が建造中と目されており、最終的には15隻が建造される可能性があると考えられているぜ。1991年に旧ソ連邦は自然崩壊を迎えたがその後継国家となったロシアでも財政難が続き、1990年代には海軍において大型の水上戦闘艦を建造する余力を完全になくしていたが、2000年以降の原油価格の高騰がその状況を変えたからね。世界的な原油価格の高騰は資源大国であるロシアに経済的な余裕を与える方向に作用し、そうした政治経済の流れの中で半ば偶然の産物とも言える悪運の強さで企画されたのが、アドミラルゴルシコフ級フリゲートだと言えると思うぜ。これをきっかけに、ロシアはさらに力を蓄えちゃったってわけだね。アドミラルゴルシコフ級フリゲートは最上型護衛艦と同様に機関部には CODAG 方式を採用。最大で5万5000馬力と30ノットを発揮し、
地平層には054A 型光害2型フリゲートと同じく、32セルの VLS 垂直発射管を装備しているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本周辺国が日本本土を攻撃できる弾道ミサイルは質量ともに多数存在しており、弾道ミサイル防衛能力の向上は喫緊の課題となっているよな。北朝鮮や中国、ロシア、日本は大きな軍事力を持った国々との間に問題を抱えているもんね。防衛省は弾道ミサイル攻撃から国民の生命財産を24時間365日守り抜くための能力を、抜本的に向上させることが可能であるとしてイージス・アショア2機を導入すると2017年に決定したよ。さて今回は、次期最大級護衛艦イージスシステム搭載艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、イージスとはギリシャ神話の女神アテナが用いる盾のことだね。しかし、2020年12月18日、諸問題点を解決できずイージスアショアの配備を断念し、これに変えて、既存のイージス艦よりもはるかに高い迎撃能力を有するイージスシステム搭載艦2隻を整備すると発表したんだ。敵が発射したミサイルを迎撃するだけでは確実な防衛はできないからな。敵はミサイルを保有するだけ撃てるんだから。上記決定を盤石のものにするため2022年12月16日に敵のミサイル発射基地などを叩く、反撃能力の保有を明記した国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の防衛3文書が閣議決定されたよ。日本の周辺では北朝鮮がミサイル発射を繰り返し、ロシアはウクライナを攻撃しており、いつ矛先を変えるかわからないもんね。ウクライナを攻撃する前に、日本を攻撃する案もあったと報道されているほどだし。中国の軍事力の整備は特に進んでいて、日本は最悪の事態も見据え、迎撃だけの防衛から反撃能力を保有する防衛へと、安全保障政策を大きく転換したってわけだな。反撃とは、敵が日本を攻撃したその手段を叩き潰して、再度の攻撃を阻止することだね。敵の攻撃を理由に敵地攻撃をすることではないから、限定目標の攻撃になり、攻撃してきた敵の手段に反撃する手段は、対ミサイル攻撃、対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、将来的には対衛星攻撃に発展すると思うよ。対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、対衛星攻撃についてはそれぞれの専門部隊が実施すべきで、イージスシステム搭載艦は飛来するミサイルの迎撃とミサイル発射母体に対する反撃を専門に実施する護衛艦であるべきなんだ。日本の周りは海となっていて、敵のミサイルは海を渡ってくるよね。渡ってくるミサイルとその発射母体を撃滅することがイージスシステム搭載艦の任務ってわけ。2022年12月16日ウクライナは電力不足により全国で緊急停電を実施していて、ロシアが撃った98発のうち60発は迎撃したんだけど、撃ち漏らしたミサイルが電力設備を破壊したんだ。ウクライナの送電網はこの日まで2000発以上のロケット弾とミサイルによるロシア軍の攻撃で大きな被害を受けたと、送電網運営会社ウクルエネルゴが発表しているよ。迎撃ミスはないようにしてもらいたいよね。訓練、整備などのために常時周辺海域で任務遂行できる艦数は限られてしまい、イージスシステム搭載艦2隻では到底足りないよな。敵の弾道ミサイルの弾道の下に位置しないと迎撃は難しいぜ。日本の周りで常時警戒し、確実なミサイル防衛を実施するためには、警戒常駐海域を日本海に最低2カ所、東シナ海、太平洋の計4カ所以上を設定する必要があり、各海域に常駐、訓練、補給整備をローテーションで行うと3隻は必要になってくるんだ。またミサイルの再補給は洋上ではほとんどできず、港へ帰らなければならないよ。太平洋に1カ所は少なすぎるけど、太平洋への敵艦艇の進出は事前に把握できるだろうね。つまり4プラス海域に3隻で、計12以上のイージスシステム搭載艦を保有する必要があると思うよ。
海上自衛隊は令和4年時点で既存のイージス護衛艦を8隻保有しているんだけど、これらの艦は本来的に護衛艦隊の対空防護任務を遂行する艦で、外洋で活動するんだ。日本本土を弾道ミサイルの攻撃から守る任務を遂行する艦として初めて、イージスシステム搭載艦が整備されることになったってわけだね。2500年前の中国で書かれた兵法書孫子は敵を知り、己を知れば百戦危うからずと説いていることからも、まず、日本本土を攻撃してくる可能性のある日本周辺国の弾道ミサイル、巡航ミサイルの主要なものについて見ていこうと思うんだけど、ロシアの超音速対艦巡航ミサイルツィルコン等の対艦、対空、対戦ミサイルは除いているよ。まず、中国が日本本土攻撃に使用することができるミサイルなんだけど、中国及びロシアは、極超音速滑空カラダ HGV 及び極超音速巡航ミサイル HCM をはじめとする極超音速兵器を開発中みたい。マッハ5を超える極超音速兵器は弾道ミサイルよりも飛行高度が低く、複雑な軌道を取ることができるため、探知、揚撃が困難になるんだ。中国は弾道ミサイルに加えて、巡航ミサイル YJ-18 を開発しました。YJ-18 は固体燃料ブースターで発射し、ターボジェットエンジンで巡航し、週末は固体燃料で速度を上げ目標に到達する機能を持っていて、さらにまた、中国は YJ-18 を発展させた CJ-100DF-100 東風100を開発しており、このミサイルはターボジェットをラムジェットエンジンに変えて速度を上げ、射程も伸びているみたい。中国、ロシア、アメリカも極超音速兵器の開発と配備を進めており、弾道ミサイルに加えて巡航ミサイルも日本の安全保障にとっては大きな脅威となってきたな。今や、極超音速兵器により日本の安全保障環境は劇的に変化していて、低空軌道を飛ぶ巡航ミサイルや極超音速ミサイルの迎撃はかなり難しいぜ。中国の人民解放軍は1966年に編成した戦略ミサイル部隊である第二砲兵を2015年にロケット軍と改名していて、日本を射程に収める信用基地には、射程距離1750クム以上の DF-21 や DF-31 が多数配置されているんだって。2022年8月に中国が行った軍事演習で、与那国島から 80km の地点に弾道ミサイルが落下していて、2020年からロケット軍は戦略抑止能力強化のための長期近代化計画を進めているよ。2020年だけで250発の弾道ミサイル実験訓練を行っており、これは中国以外の全ての国を合わせたものよりも多いんだよね。米国防長官府が発表した中国の軍事力に関する年次報告書2021によると、弾道ミサイルのうち射程線から 3000km 程度の準中距離弾道ミサイルを中国は600発以上保有しているとされているみたい。次に北朝鮮が日本攻撃に使用することができるミサイルだけど、北朝鮮は各種の弾道ミサイルの実験を繰り返し、日本を射程圏に収める弾道ミサイルを多数保有しているんだ。北朝鮮は2022年11月18日、型で世界最大級の大陸間弾道ミサイル火星17号の発射実験に初めて成功していて、この火星17号は最高高度 6040.9km まで上昇し、宇宙ステーションの高度は約 400km で15倍以上の高さまで上がっていて、2022年3月25日北朝鮮は、火星15号を、高度 6000km に達し1時間以上飛行した後、日本の排他的経済水域 EEZ 内に落下させているよ。また、10月4日には、火星12号を発射し、日本の東方約 3200km の太平洋に落下させていて、飛距離は 4600km、最高高度は 1000km と推定されているんだ。北朝鮮のミサイルが日本上空を通過するのは2017年9月15日以来、5年ぶりで7回目となっていて、北朝鮮の技術が一層進んでいることが伺われるよ。次にロシアが日本攻撃に使用することができるミサイルだけど、ロシアは多種類のミサイルを製造しているね。中でもカリブルは今後数年間、ロシアの長距離攻撃の主力となると言われており、陸上攻撃型は諸情報を総合すると、米国のトマホークに近い性能を持っているぜ。
対艦攻撃型の終末弾道は超音速で、致命的な兵器となり得るな。また対戦型もあり、魚雷発射艦から発射する対戦ミサイルのスタンダード版になるとされているよ。発射母体は地上の発射台付き車両 TEL、艦艇、航空機、潜水艦で、陸上攻撃型である 3M14T と 3M14KNAT を呼称 SSN30A は、射程が最低でも 1500km を超え、かつ地形追証も可能なんだって。北朝鮮が火星17号の発射実験に初めて成功した2022年11月18日に、ロシアは RS-28 サルマトサタン2の実験に成功したと発表していて、プーチンが2018年の年頭教書でアバンガルドは隕石あるいは火の玉のように目標に到達し、ミサイル防衛システムはもはや無力であると発表しているよ。このアバンガルドは RS-28 サルマトに搭載、搬送され、目標の近く約200クムで切り離されマッハ20以上で目標を攻撃する極超音速滑空体だね。さて、防衛省は令和5年度予算案にイージスシステム搭載艦の設計費やエンジン取得費を予算要求していて、構想ではイージスシステム搭載艦の基準排水量は約2万2000トン、全長約210メートル、全幅約40メートル程度として検討しているみたい。基準排水量約2万トンは出雲型とほぼ同じで、最新イージス艦マヤ型の2倍以上で、出雲より大きく、戦闘艦としては非常に大型の艦艇になる見込みだね。イージスアショアで配備する予定だった米ロッキードマーチン社製の大型レーダー SPY-7 を転用する前提で、既存のイージス艦レーダーより重いため、重心のバランスを取る必要があり、船体が巨大化するとのことだよ。同省は船体の大型化で揺れを低減し、極超音速兵器への対処やレーザー兵器の機能を追加できる拡張性を備える利点があるとしているんだけど、この大きさでは速度が 33km 毎時18ノットしか出せず、他の護衛艦が 56km 毎時30ノットで行動するときついていけないし、護衛艦の足手まといになるんだよね。既存イージス艦8隻など他の自衛艦との連携や共同運用も当然できなければならないからな。イージスシステム搭載艦は陸上のレーダー施設とともに敵にとって最優先撃滅目標で、日本本土を狙ってミサイルを発射しても途中でイージスシステム搭載艦に撃ち落とされたらミサイル発射の意味がないわけだから、敵はまずイージスシステム搭載艦を撃破しようとするだろうね。したがってイージスシステム搭載艦には護衛のための護衛艦がつく必要があり、護衛がついたとしても、時間にも対空、対艦、対潜水艦戦能力は必要で、ソナーやヘリコプターも今や不可欠なんだ。日本近海で行動するにしても、護衛してくれる護衛艦がついていない状態で単独行動をすることは無茶で、その点から、イージスシステム搭載艦は、当初案より小型化し、機動力を高め既存イージス艦と同等の各種戦能力機動力を保持するよう計画されているみたい。当初計画の乗員約110名、この人員は既存イージス艦の約3分の1だけど、この乗員でこの艦の能力発揮ができるのかな。一部乗員は陸上自衛艦で構成され、艦船の維持運用に一部民間委託も検討されているらしく、上期防衛力整備計画に定められた陸上自衛隊から共同の部隊、海上自衛隊と航空自衛隊へ振り返される約2000人の定員はイージスシステム搭載艦要員にも充てるとの方針が示されているぜ。前述の防衛3文書のミサイル防衛に関連する部分を要約すると次のようになるよ。前述の防衛3文書のミサイル防衛に関連する部分を要約すると次のようになるよ。日頃から、相手国に力による一方的な現状変更は困難であると認識させ、侵略の意思を抱かせないようにする抑止力が必要である。侵攻を抑止する上で鍵となるのは、脅威圏外の離れた位置から対処を行えるスタンドオフ防衛能力等を活用した反撃能力であるよ。既存のミサイル防衛だけで完全に対応することは難しくなりつつある。この反撃能力については、1956年2月29日に政府見解として、憲法上、誘導弾頭による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾頭の基地を叩くことは、
法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるとしていたよ。しかし、日本はこれまで反撃能力を政策判断として保有してこなかったんだ。脅威圏外から対処する能力を強化するため、一蓋式地対艦誘導弾能力向上型地上発射型、艦艇発射型、航空機発射型、当初防衛用高速滑空弾及び極超音速誘導弾の開発施策を実施継続するんだ。イージスシステム搭載艦には大気圏外で弾道ミサイルを迎撃する RIM-161 スタンダードミサイル 3SM-3 だけでなく、大気圏内容で巡航ミサイル迎撃にも使える RIM-174 スタンダードミサイル 6SM-6 も搭載する計画で、また反撃に使用する装備品として一蓋式対艦ミサイル能力向上型艦上発射型を搭載する方向なんだって。また既存イージス艦に搭載する米国製の巡航ミサイルトマホークの購入を目指しているみたい。火星17号を迎撃する場合を例にとると、弾道ミサイル迎撃用 SM-3 ブロック2A の迎撃最高高度が 1000km、最低高度が 70km とされていて、6000km から弾頭が誠空中を自由落下すると仮定すれば、高度 1000km から 70km は90秒となり、SM-3 ブロック2A は90秒間にミサイルを迎撃しなければならないんだ。反撃のために TEL を一蓋式対艦ミサイル能力向上型で攻撃するとすれば、TEL はミサイル発射後すぐに移動するから、ミサイルを発射した TEL を撃破するとなると非常に難しい任務だね。情報衛星や全国各地のレーダーが捉えた情報を集約するジャッジと呼ばれる自動警戒管制システムとの連携が不可欠だな。中国のミサイルが100発単位で放たれ、飽和攻撃をされたら、イージスシステム搭載艦が搭載する迎撃ミサイルの数では到底足らない状態で、この点からもイージスシステム搭載艦と他のイージス艦や航空機との連携は不可欠なんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊の護衛艦加賀の改修工事がそろそろ終盤を迎えようとしていて、いよいよ F-35B 戦闘機の運用も本格的に始まるみたいだね。F-35B 戦闘機の配備先は、宮崎県のニュータバル基地に決定したよ。世界情勢が刻々と変化する中、F-35B 戦闘機が今更必要なのかと疑問視されているけど、日本の無人機導入も着々と進んでいるんでしょ？でも将来的に次世代戦闘機が本当に必要になるのか、不明確な状況へ向かっているとも言えるね。さて今回は、護衛艦出雲、加賀における F-35B 戦闘機の運用について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年11月時点で、海自の保有艦艇中で最大の規模を誇る出雲型ヘリコプター搭載型護衛艦の、出雲、加賀の2隻を改修し、固定翼の艦載機を搭載、運用する計画を段階的に進めていて、艦載機としては、いわゆる第5世代戦闘機であるアメリカのロッキード・マーチン社製 F-35 ライトニング2の中でも、短距離離陸と垂直着陸が可能な B 型を艦載機にする方向で準備が進められているみたいだね。日本は太平洋戦争後、初めての航空母艦の保有が基とされているというわけだね。F-35 ライトニング2戦闘機について日本では航空自衛隊が通常滑走路仕様の A 型を105機、B 型を42機、計147機を調達する計画でその分の予算化がすでに確定していて、この機体数は今のところ本国アメリカに次いで世界2番目に多い数になっているんだって。F-35 ライトニング2に関しては、もともとが本国アメリカ以外では各種 F-35 ライトニング2すべてを対象にしてカウントした場合でも、合計調達予定数が100機以上の国は日本とイギリスくらいしかないらしく、次に多いオーストラリアでも72機ということだよ。イギリスのケースだけど、クイーンエリザベス級航空母艦に2隻、その1番艦でネームシップのクイーンエリザベスと、2番艦プリンスオブウェールズの艦載機として B 型のみが調達されているんだ。2015年前後にイギリスは F-35 ライトニング 2B 型の調達予定数をマックス138機ほどを計画していたみたいだけど、
最近は高価なこの機体の調達にストップがかかり、数を大幅に減らした48機とする可能性が現実味を帯びてきていると言われているよ。このようなイギリスのような当初計画からの方針転換は、ヨーロッパの西側諸国にとっては程度の差はあるけど、似たような状況とされ、この転換の背後にはコストの問題だけでなく、今後ヨーロッパで従来のような形の戦争が起きる可能性は限りなく低いという判断があったと見られるね。だからこそイギリスを含む多くのヨーロッパ西側諸国においては、ロシアこそ最大の仮想敵国という方針に変更はなかったものの、従来のような戦闘機、艦艇、戦車、火砲などの兵器数を削減する傾向が顕著だったわけだね。しかし2022年2月、状況は一変しているね。そうだね。ご存知のように2月24日、ロシアが突然ウクライナへの軍事侵攻を開始し、戦争は未だに終わりが見えない状態だよ。ロシアのウクライナ侵攻により、地理的にもロシアに近い旧東欧諸国のポーランド等を筆頭に、陸上戦力について大幅な増強を始めた国も出始めるようになったよね。ロシアウクライナ戦争の世紀という非常事態の発生を受け、ドイツやイギリスなども軍事費の増額を政策として打ち出しているんだけど、イギリスが F-35 ライトニング 2B 型の再調達に動くかどうかは不明となっているんだ。それでもイギリス海軍のクイーンエリザベスを含む空母打撃群は、万一に備えて北海に展開していると報じられたから、同艦が就役するまでは保有が途絶えていた航空母艦を有効活用しつつあると思われるよ。航空母艦クイーンエリザベスらの空母打撃群はイギリス海軍所属だけど、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型はイギリス空軍所属で、さらに言えば、クイーンエリザベスはアメリカ海兵隊の飛行隊も収容していて、甲板の供用ということになるんだ。この理由としては、イギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型の配備数だけでは、クイーンエリザベスらの空母打撃群に必要と言われる容量に余裕があるということと、今後の同盟国としてアメリカとの連携を深めていこうという側面もあると推測されているよ。当然アメリカの強襲揚陸艦でも F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用が進められているが、アメリカは艦艇は海軍、艦載機は海兵隊と所属する組織が別で、このことが F-35 ライトニング2機の性質を物語るものということだろうね。イギリスやアメリカでの F-35 ライトニング 2B 型の運用方式と同様の方法が日本でも行われる予定で、出雲型護衛艦は海上自衛隊、F-35 ライトニング 2B 型は航空自衛隊所属ということでの準備が進められているよ。このような運用体制については危ういのではないかという意見があるみたいだね。というのは、海自は今まで敵潜水艦への対潜哨戒を中心とした任務を想定していたはずだし、空自は対艦攻撃を主眼に置くわけだから、この二つの想定が相入れないのではないかという不安ってわけだね。アメリカ軍であればワスプ級やアメリカ級といった強襲揚陸艦に艦載機と F-35 ライトニング 2B 型を用いることだけでなく、輸送機として MV-22 オスプレイを運用する体制が整っており、この MV-22 オスプレイはアメリカ海兵隊用のテルトローター機として有名だが、胴体が従来から使用していた回転翼機で中型の CH-46C ナイトと比べれば、圧倒的に効率的な機体ということでも知られているらしいよ。オスプレイというと、沖縄などで墜落事故を起こした機体と連想してしまう方も多いと思うけど、従来の CH-46C ナイトに比べると移動速度は約2倍、作戦行動半径も約4倍、兵員搭載量は約2倍、貨物積載量でも約3倍相当の能力があると言われる優れものということで、この MV-22 オスプレイを運用しているからこそ、アメリカ軍の強襲揚陸艦が迅速で強固な補給体制を構築可能と言っても過言ではなく、その作戦遂行能力を著しく高度な効率で発揮できると言われているんだ。一方日本の場合だけど、出雲型護衛艦を改修して航空母艦化したとしても、空自はオスプレイのような機体は持っていないから、物資や人員の大量輸送を担うことは事実上、困難と思われるよ。陸自は V-22 オスプレイとして2021年度末の段階で9機保有しているけど、
今後も空自は独自にこうした機体調達を行う予定はないらしく、その連携も必要になってくると考えられるね。そうなった場合、出雲型護衛艦などの艦艇は海自、F-35 ライトニング 2B 型などの艦載戦闘機は空自、V-22 オスプレイなど輸送機は陸自と、すべての所属が異なることになり、指揮命令系統の一元化は強く求められるだろうね。こういった陸海空の3自衛隊にまたがる連携の必要性を考えると、その調整の困難さは想像できるが、尖閣諸島など南西諸島防衛という厳しい現実を考えた場合、どうしても横断的運用の実現は喫緊の課題だと思う。ただしあくまでも試験だが、まさに航空母艦化改修中の出雲型護衛艦2隻と、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型に、運用に関してあまり多くのものを要求するのは酷ではないかとも思うね。出雲型護衛艦は2009年平成21年8月末に提出された次年度の防衛予算概算要求で建造が計画され、海自としては初めての固定翼機運用も視野に入れながら設計されてきたもので、簡単に言えば実験艦という役割が大きいもんね。前年の2008年時点で出雲型護衛艦には、海自内部では F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として、運用する能力を視野に入れていたと言われるけど、当時の時代背景では、政治的にも日本が航空母艦を保有することはタブーとされていたんだ。だから海上自衛隊独断でこうした決定を下せるわけではなく、将来的な F-35 ライトニング 2B 型の、艦載機化を考えながら重量や大きさに対処できるエレベーターや飛行甲板の使用を盛り込んだということは評価すべきと思うよ。出雲型護衛艦は航空母艦化改修が終わったとしても、F-35 ライトニングの艦内への収容数は10機プラスアルファとされるので、決して多くはなく、しかし固定翼機を運用する艦艇のテストケースと考えると、致し方ないとも感じられるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年1月15日、アメリカ海軍の作戦部長を務めるマイケル・ギルディ氏がある会合において、日本の今後の原子力潜水艦の建造について触れ、それは政治財政的に国家レベルの支援が必要だと述べたというよ。この発言はアメリカ海軍研究所が抱えているメディアである USNI ニュースが報じたもので、額面通りにその言葉を受け取るならば、日本がすでに原子力潜水艦の保有を実行に移そうとしているように聞こえてしまうよね。日本という国がそれを作るには色々と課題がつきまとうよね。そうだね。さて今回はそんな日本の海上自衛隊における原子力潜水艦の保有について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現状では2022年12月の閣議決定で安保関連3文書改定の上、承認したことで防衛費の大幅な増額、つまり2023年度からの5年間の累計でおよそ43兆円、対 GDP 比で 2% の達成は数値目標としては掲げられてはいるんだ。その中では長距離攻撃が可能で、かつては敵基地攻撃能力と呼ばれていた分野の兵器を反撃能力と位置づけ、それらを実行する手段として複数のスタンドオフミサイルの開発と調達を打ち出した状態だね。そのため少なくとも日本の海上自衛隊の原子力潜水艦の保有が公に示されたことはこれまでにもないが、アメリカ海軍の要職にある人物がこうした発言を行うということには、何らかの意図が働いているのかもしれないね。マイケル・ギルディ氏は続けて、一昨年の2021年9月にオーストラリアとアメリカとイギリスとが急遽締結を行った、軍事同盟オーカスの件に触れ、それによりオーストラリアが原子力潜水艦の保有に踏み出したことを挙げているよ。このオーストラリアの決断と同じ方向性で、マイケル・ギルディ氏は日本の海上自衛隊が、原子力潜水艦の保有という選択を行う可能性を説いたものとみられ、今後どのように受け取られるのかが注目されるね。今のところ個人的にニュースなどを確認している中では、この発言に対する日本側の意思表示は確認できていないけど、韓国の中央日報はこの件を報道し、
しかも日本の原子力潜水艦の保有を歓迎するかのようなニュアンスを示しているんだ。これは多分、韓国自体が原子力潜水艦の保有を目指している事実に照らして、そうした行いに対してアメリカからの了承を得やすくなるとの思惑があるのだと見て取れるんだけど、いつもの日本の軍備拡張に対する態度とは好対照な点は興味深いよね。しかし同時にこの2023年1月10日から開始されたアメリカ海軍協会の年次の総会においては、大西洋方面を担当しているダリル・コードル大将が予定の10隻に4隻も潜水艦が足りないと発言しており、アメリカの現状を嘆いているよ。アメリカ海軍では最新鋭の攻撃型原子力潜水艦であるバージニア級を近年も年間2隻のペースで発注を行っているにもかかわらず、また年間で10隻が予定されている大規模なメンテナンスも滞っているとされているからね。こうしたアメリカ海軍の原子力潜水艦をめぐる計画の遅延は、新型コロナウイルスの問題などで表面化していたことに加え、昨年から始まり今も続くロシア・ウクライナ戦争の影響も大きく、深刻な問題に発展しているみたい。アメリカが自国海軍に対しても原子力潜水艦の予定通りの新規建造やメンテナンスが進んでいない現状は、先のオーカスの締結に基づきオーストラリアにバージニア級を融通すると見られた動きにも影響を与えるだろうね。オーストラリア海軍の攻撃型原子力潜水艦の件については、アメリカらならばバージニア級、イギリスからならばアスチュート級が候補とされてきたけど、イギリスの余力はアメリカ以上にないと考えられてきたんだ。そのため本命はアメリカからのバージニア級と目され、新造分数隻と残りはオーストラリア国内で建造する体制を整え、自国建造する方法が有力視されてきたけど、ここに来てかなりこの動きに陰りが見えている感は否めないよ。アメリカでオーストラリア向けのバージニア級の新造が厳しい場合には、アメリカ海軍で運用中の既存の艦艇から供出する案も聞こえてはいたが、この場合潜水艦自体の総数は変わらないため、アメリカにとって利点がないとも言われているね。結局のところオーストラリアは、原子力潜水艦の保有を打ち出しては見たものの、既存の通常動力型潜水艦であるコリンズ級6隻に対し、延命措置としての近代化改修を施しつつ、次の手を模索する必要に迫られているよ。さて肝心の日本だけど、オーストラリアと最も異なる点は、原子力発電所という設備を設置維持できる技術的な能力は保持している部分であり、潜水艦用の原子炉の開発についてもその素地は備えているとは思われるよ。そのため潜水艦に搭載するための原子炉の開発には、原子力発電所とはまた異なる労力とノウハウが必要となることは間違いないが、技術的な基盤を国内で抱えているという点においては、オーストラリアよりも分があるだろうね。技術的には実現可能ってわけだね。現在の日本の海上自衛隊における潜水艦は、通常動力型のみの攻撃型に限定はされるものの、親潮型9隻、双竜型12隻、太平型1隻が実戦配備されており、中期防衛力整備計画で目指した22隻体制を充足しているんだ。例えばイギリス海軍であれば攻撃型潜水艦も全て原子力潜水艦で統一しているものの、トラファルガー級1隻と最新鋭のアスチュート級が6隻の合計7隻の保有にとどまり、数の面では日本よりもはるかに少ないね。これはフランスでも同様であり、同国も攻撃型潜水艦は原子力推進のみだけど、収益中であるのは指級が6隻、最新型のシュフラン級がようやく昨年2022年6月に収益、イギリスと同様に7隻の体制を構築しているよ。日本の場合、四方を広い領海で囲まれてはいるものの最大の仮想敵国である、中国ロシア北朝鮮とは比較的近距離にあり、通常動力型よりもはるかに行動半径や連続潜航時間が長大で、速度も速い原子力潜水艦の特性が必須かは考える必要はあるね。何より海上自衛隊の潜水艦の場合、現行の最新鋭の太平型でも建造費は上昇しているとはいえ、1隻あたり未だ800億円ほどで建造できているが、原子力潜水艦となれば建造費は確実に一桁は上昇するね。
それを考慮するならば、確かにほとんど浮上する必要がなく、数ヶ月にわたって作戦行動に従事することが可能な原子力潜水艦は制限が少なく、運用の幅は広がることは事実だが適正な費用対効果があるか否かは検討すべきだろうね。純粋に軍事的な観点からは日本が攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきかどうかは、議論と検討を深めていく必要性があると思えるけど、政治的に今の既存の政党がいかにこれを捉えているのかについても触れてみるよ。2022年6月に翌月の参議議員選挙を前にフジテレビ系列の番組において、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、共産党、国民民主党、令和新選組、社民党、NHK 党の9党の党首が参加した討論が行われたんだ。ここで番組側から日本は今後原子力潜水艦を保有すべきかどうかという質問が投げかけられたけど、それに賛同の意を示したのは日本維新の会、国民民主党、NHK 党の3党であり、与党の自民党や公明党は慎重な姿勢を崩さなかったみたい。逆にはっきりと日本の原子力潜水艦の保有に反対の意を示したのは、立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党の4党であり、その姿勢はあえて聞くまでもなく最初から予想できたというのが偽らざる心境だよね。2022年の参議院議員選挙の結果を挙げるまでもなく、これら立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党ら4党が民主主義に照らして、日本の大多数の国民に支持を得ていないことは明白で、今後も状況が変わることはないだろうね。与党である自民党は日本が原子力潜水艦を導入することになれば膨大なコストが必要と答え、施策として必ずしも優先順位が高いものとは言えないとの見解で、公明党も費用的にも現実的ではないと答えているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年に入った直後、今まさにウクライナ侵攻への参戦をロシアから誘われている北朝鮮が超音速弾道ミサイルとされる物体の発射を繰り返しているよね。その脅威への対抗手段として日本は2022年度防衛予算の研究開発費にレールガンが計上されているようだぜ。これに関して、1月12日に放送された BS 日テレの真相 NEWS で小野寺いつのりはじめ防衛省と、小原半司笹川平和財団上席研究員が出演して語っているみたいだね。さて今回はその内容からレールガンの実力と可能性、そして今後の課題などについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。最近話題となることの多いレールガンだけど、どういったものであるかと一口で言うと、火薬を使用せず、2本の通電性良好なレールに高電力を流し、その電気エネルギーによって磁場を発生させてレールに乗せた弾から弾を射出する電磁砲と呼ばれる次世代兵器のことを指しているんだ。すでに試験試作段階で 200km 以上の長距離射撃を可能としており、理論上では火薬で発射する銃砲や燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べて低コストかつ連射が可能であることもわかっていて、飽和的ミサイル攻撃などへの対処が可能な兵器として期待されているよ。防衛装備庁が試作したレールガンの発射試験においては発射初速 2300m 秒で、約マッハ6の初速が観測されており、それは戦車砲の発射初速1700から1800m秒をはるかに上回っていて、防衛省の構想では中国、ロシア、北朝鮮が急ピッチで開発を進めている超音速誘導弾の対処手段として期待を膨らませており、2022年度防衛予算において65億円の研究開発費が注ぎ込まれているね。当兵器が取り上げられた真相ニュースの中でキャスターからのレールガンを開発するメリットとは?の質問に対して、小原上席研究員は弾からだを非常に高速で遠い目標に到達させることが可能だと考えていて、ミサイルなどに対しても弾からだが到達するまでの時間が短く、連射ができると聞いているとして、米軍による地上試験では射程 370km との報告があることと、連射性能の向上の可能性に触れた上で、
弾体に火薬を入れて爆発的効果を持たせなくても超高速弾としての破壊力が大いに期待できると述べたよ。その後のキャスターからの強力な磁場を発生させるには、そのための装置が必要になるのか？との質問に対しては、アメリカが10年間開発を続けてきて結局うまくいかなかった理由として、高電力を出力する電源装置の開発が困難であったことを挙げ、特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置の開発が難しかったことが理由だったのであろうと指摘したんだ。また、現状において艦載が可能な艦艇として統合電源システム IPS インテグレイテドパワーシステムの役を持つ、ズムボルト級駆逐艦が挙げられ、IPS が大きな電力を必要な箇所に集中的に配電できるシステムであることからレールガンの発射は可能であるとしつつ、実際は発射に高電力を要することで他の電子装置が使用できなくなるために艦載は難しいとした上で、日本ではこのような電源システム関連の研究が進んでいて、アメリカよりも技術の優位性があることを示したよ。この分野においては、日本の技術はアメリカを上回っているってことだね。次に小野寺元防衛相が、現在のところ発射されたミサイルを撃ち落とすのに非常に高価なミサイルを使用する現状を鑑みて、低コストかつ連射が可能なレールガンの有用性をどう評価しているかとの質問に対し、以前2012年に初めて防衛省に就任した時からレールガンについては周知しており、そこで多額の費用がかかるミサイル防衛システムに代わる次世代のシステム研究をしっかり行うようにとの指示を出していたことを明かし、2017年に2度目の防衛省として就任した際にはすでに試作機が製作過程にあり、その段階においてかなりの性能を持つことを感じていたと述べたよ。しかも、小野寺元防衛省は現在自由民主党内の防衛大綱を議論するワーキングチームの座長という立場から、レールガンの性能を向上させるために予算計上など応援をしているとし、小原研究員と同様に日本が持つ先端的な電気関連システム研究に期待を寄せているとした上で、陸上配備で対応可能としながらも、日本の専守防衛の観点から飛来する敵国ミサイルを確実に撃ち落とすには航空機への搭載も視野に入れつつ、日本にとって必要な防衛兵器の一つとの認識を改めて示したようだね。さらに真相ニュースではレールガンの課題と軍事的なゲームチェンジャーとしての可能性について触れ、大きな電力を供給する電力源の確保や変則的な軌道を見せる極超音速誘導弾の迎撃に本当に有効であるのか、そして今後巨額に膨らむ可能性が指摘される研究開発費問題などについて両氏に質問がやつぎばやにされたよ。まず電源問題に関しては小原研究員も実用化への一番大きな課題であるとして、電源を常時確保できる環境になければ蓄電池などの装備が必須条件となり、そうした場合は放電した後の蓄電に時間がかかってしまい連射不可能であることを指摘したが、現状として電源システムや蓄電池の技術において日本は世界でも優位であり、今後レールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったならば電源システムでその優位性を活かすべきであると述べたんだ。次に、極超音速ミサイルの変則軌道への対応に関しては小野寺元防衛省が、このレールガン一つで防衛システムを構築するものではなく、イージスシステムや PAC-3 ペトリオットなどの現在あるシステムも合わせて複合的に防衛するものとした上で、レールガンも含めて飛来する目標に標準を合わせて迎撃するということだけの発想にこだわらず、当たらないまでも近距離で炸裂弾として使用するなど様々な可能性と発想を研究すべきで、それはまだ序章に過ぎないと述べているね。また、小原研究員は極超音速ミサイルの特徴に関して、速度が上がれば上がるほどその運動性が低下することを指摘し、しかし高度を下げてしまうと空気抵抗によって速度が低下することから、変速軌道を取れるのは空気が薄い高高度で目標に近づいて高度が下がれば最後には垂直的に落下することを指摘し、その際にレールガンの連射で迎撃ができれば超音速でも撃墜は可能であることを明かしたみたい。もともとレールガンの開発は1960年代から構想があったが、本格的に動き出したのはここ10年ほどのことで実現性を疑う声も事実あるのは隠しきれないわけだが、
小野寺元防衛相は在任中に防衛省のエリート幹部がレールガンに寄せる期待と情熱を感じたとして、防空面だけでなく対艦攻撃への活用などへの構想もあり実現する可能性は極めて高いとしているよ。前人未到の領域に日本が踏み込むってなんだか誇らしいよね。さらには日本とアメリカの共同開発が実現すれば同盟強化にも拍車がかかり、2028年までにテストを終えて実用化に進むか否かを注目したいと述べたみたい。小原研究員は2028年までに開発を終わらせること自体かなりの速度であり、そもそも日本がこのように急速な技術開発を進められることを具体的に見せることで抑止力を高めることにつながり、さらに日本が主体性を持ってアメリカと共同開発を進めていくことで、ロシアのウクライナ侵攻の裏において密かに何かを企んでいるような中国がこれまで主体性が全くないと見ていた日本を見る目が変わっていくだろうと語ったよ。そして日本が先の未来で、革新的な技術をさらに高めて軍事的ゲームチェンジャーのようなものを開発し続けられるようになれば、日本にむやみに手出しすることを躊躇することにつながり、強いては戦争を起こさないことにも貢献できるとして、小原研究員は日本の技術を活かした新しいゲームチェンジャー技術をどんどん進めるべきであると自称への幕を開いたんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。